バランスを崩したりとかするとできないんでね、はい、パウンドって一番重要なのは、はい、相手をボディコントロールすることなんですよ、はい、こういくしかない、はい、でそのまま右手ですはぁ、あ、だからそうで右手です。そうです。こんにちは、カラテカオブエです、今回も初代戦国フェザー級王者で現在ライジンで活躍するリバーサルジムたちから、アルファ代表の、金原正則選手とお届けしたいと思います。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみにこれ立川で合ってます？立川で合ってます。立川じゃなかったよなって言います。早速ですが、ちょっと今回あのパウンドを、はい、今回教わりたいなと思ってるんですが、はい、あれなんですよね、この金原先生一応公式ではブラジリアンジュースがバックボーンって書いてあったんですけど、はい、もう全然あのフィニッシュがあの打撃からのパウンドとか、はい、なんならキックボクサーにキックボクシングで勝っちゃうぐらい あの打撃のセンスをお持ちなので、まあ、今回はちょっとその辺、まあ、グラウンドになった時の技術って本当全く知らないので、はい、パウンドに関しては本当打撃をやってる割にはパウンドの技術は一度も習ったことなくて。あ、そうなんですか。1ミリも知らないんですよ。なんで今回はちょっとそのパウンドを、はい、教わりたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よし、じゃあ、まず質問したいことがありまして、はい、パウンドって、まあ簡単に言うと、まあ、意味から言いますと、はい、寝てる相手の状態を、まあ、殴る、はい、で MMA でいう寝技の状態って足の裏がどっかついてる状態、もう3点ポジションと言われてるポジションなんですけど、はい、これが、まあ、いわゆる寝技っていうポジションなんですよ、はい、なんで、まあ、この状態でも殴ればパウンドの一種なんですよ。あ、はい、背中側ついてここで殴るからパウンドってわけじゃないんです。ああ、そうなんですね。一応寝技の定義といいましてはこう立ってる状態です、はい、足の裏のどっか1個膝でもいいですし、はい、手でもいいですし、これ3点ポジションと呼ばれてるんですけど、はい、このポジションが、寝技の定義になります。じゃあこうなった相手だったらパウンドなんですか？パウンドなんです。へえ、知らなかった。まあ、こう立ってる状態からこう殴るんですけど、はい、まあ、一種のパウンドですよね。パウンドアウトって言われてるものになるので、なんで、まあ、ライデンとかで蹴り上げもありますし、はいはいはい、膝もあるので危険な、危険ですよね、ルールになります。で、ここからパウンドのジャッジを説明していきましょう。はい、し、どういうイメージありますパウンドって？いや、正直その僕立ち技撃しかやったことないんで、どうやって殴ってんだろうっていう疑問なんですよね。こう正直僕らってこう構えてると強い打撃打つ自信あるんですけど、座った時にめちゃくちゃ今いいこと言われたんです。めちゃくちゃ今いいこと言われたんですよ。あ、そうですか。立ち技って踏ん張ってもらっていいですか？はい、これ我慢できるんですよ、はい、例えば膝に立ってもらう、両膝立ってもらう、これで踏ん張ってくるって、もうこういう感じでバランス崩れちゃうんですよ、はい、っていうか、やっぱ強い打撃を打つためには先生も、先ほどおっしゃられてましたが、はい、しっかりした軸がないと、はい、で体重が乗ったりとかっていうバランスがないと強い攻撃できないじゃないですか、はい、ってことなんで寝技って、はい、例えばこういう状態から、はい、まあ、よくこれ MMA でクローズガードって言われてる状況なんですけど、はい、ここからじゃあ殴ってくださいって、じゃあちょっと一回ミットをします、はい、ここからこの状態から殴ってくださいって言われたら殴れます？殴ってもいいですか？殴れますよね、うん、で僕がちょっと邪魔しますんで、はい、殴ってもらっていいですか？無理す。こうできないです。バランスこう崩したりとかするとできないんでね、はい、パウンドって一番重要なのは、はい、相手をボディコントロールすることなんですよ、はいはいはい、下の人をボディコントロールすると、はい、下の人はこう自分の上の人を崩したりすることができないんで、はい、上の人が安定しながらパウンドを打つことができるんですよ。なので一番重要なのは、はい、相手を下の人をコントロールすることなんですよ。それがすごく難しくてで下の人が上の人をコントロールするためには、はい、足で蹴ってこう殴る瞬間に蹴ってあげると距離が取られて、ね、股関節押されちゃうと、そう、絶対こっち崩したらできないんで、はいはい、あ、それこそもうこうくっついちゃうんですよ、はい、こうくっついちゃったりすると殴れるんですよね、はい、
そうですね。なんで上の人がここでしっかり距離を潰して打つことが重要なんですよ。そうすると上の人が下の人をコントロールボディコントロールすることが大事な方法があるってことですね。じゃあ一回出ましょう。よし、ここで上の人がまずパウンドを打つためには、はい、まあ、自分の土台をしっかり作ることが重要じゃないですか、はい、でさっきみたいにこう蹴られてしまって、はい、距離を作られて、でこっち側の足をまず上げてあげるんですね、はい、そしたらこっち側の足蹴れないですよ。蹴ってもいいですか。蹴る力が弱くなる。あ、こう踏ん張ると、はい、両方蹴ったりとか、はい、こう蹴る力が強いんですから。そうです。こうなんですけど、こっち側の足を上げてあげて蹴ってあげると、あ、蹴ったりするとこれだけで、あ、こう踏ん張れない。蹴ってもいいですか。へえ。まあクローズガードとかっていう状況下なんですけど、ここからまず相手を寄せるためにはこの足をまず、うん、僕を寄せで寄せれます。寄せる。こっちに。そうです。どうやって寄せますね。手使わないと。手使う。あ、手使う。そう。こうなりますね。これ大変じゃないですか。はい。なんで寄せるためには、はい、では今ここで。はい、手を使ってこうするんですよ。これを簡単に、これでいいんですよ。で、手つくじゃないですか。はい、外からこう取ったり、首を使って、あ、足、これだけで、はい、先生が殴ろうとしても無理です。もう殴れないです、はい、で殴ろうとした瞬間に、お、後ろのコマを取ったりとか、はい、すごい。へえ。なんでまずコントロール、ボディコントロールすることが大事なんですね。はい、で、じゃあまずこの膝を、はい、相手が蹴るためには、はい、この膝を抜かれてしまうとダメなんで、この膝を縛ってください。そうすると僕も勝てない、はい、さっきやった逃げる動きがこの膝が残ってると勝てないです絶対、はい、でその時にこっち側の手で僕の顔を殴ります、はい、これ立とうとする殴ります。そしたら体重も安定しますね、バランスも、はい、まずこれでどっちかの足をで一回コントロールしてあげて、大体こう立とうとする。でこの時に左手で叩くそうです。したらこれしかこっち側に体重乗ってるじゃないですか、はい、乗ってるんでそのままさっきのパンチを打つこともできます、うん、あ、へー。一個膝を残してあげると、あ、いいですか、あ、を閉じてあげるだけで、はい、もう起き上がれないですよ。抜けない、もう起き上がれない、はい、で、これもしでこれ抜くためには今、はい、エビみたいなこう、はい、ちょっと逃げる、こっち側の膝を抜こうとすると、こっち側、そう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 、そうこうなるじゃないですか、はい、そしたらこっち側の足を上に上げてあげる。あ、それもう AB できないです。はい、じゃあこれで殴ります。へえ、そう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 、こうなるじゃないですか。あ、それもう AB できないです。はい、じゃあこれで殴ります。へえ、まあ、ここで取られたい。どっちかの足、どっちもですね、大丈夫、逃げていく、下から上の方を押せてあげると、はい、これだけでもはいできます。なんで上の人はまず下の人を一回ボディコントロールすることが大事です、はい、もうここでもちろん殴ったりすることができるんですけど、次寄せられちゃうんですよ、はい、殴られないです。じゃあこう三角締めだったりとか、はい、上で十字行ったりとか、サブミッション来るじゃないですか、はいはい、ここで一回、もうディコンフラインスになって、そして相手の膝をそこで閉じて、そうすると寄せることもできないです、こうやって。ああ、寄せることできない。へえ。で、起き上がってきた分、左手で叩いて、こっち側の足立ててもらって、右足、右足、投げるんです。へえ、こんなことやってるんだ。難しい。これ結構、で、これまあ、これをやるために、はい、もうちっちゃい細かい、やり取りももちろんあるんですけど、これが大まかな流れなんです、はい、膝を抜かれないことですね。あ、こっちのこの膝がやっぱ抜かれてしまうと距離取られちゃうんです。あ、これでもう殴ろうし、はい、もう殴れない、はい、こっちしか殴れないです、はい、こっちの手持たない、はい、
んで、これを抜かれないように、そうそうそう、締めるのがいい、そうそう、で締めて、今日今日そうそう、で右です、そうそうそうはぁ、こっち行った時は左手、はい、足入れて、背中ついたら右手、はいはい、でやるとめちゃめちゃパンと飛んでるんですよ。よく寝技はチェスだみたいなこと言ってます。今なんかこう基本的にガードポジションと言われてるスタートの寝技のスタート時点で、そうすると、あとハーフポジション、はい、あの足を1本抜かれた状態からと、はい、あとサイドポジション、はい、あとマウントポジション、あとバックポジションっていう1、2、3、こう4つのポジションがありまして、はい、これを、まあ、の4つのポジションでまたそれぞれ逃げり方だったり、はい、違うんで、奥がめっちゃ深いです。めちゃくちゃ奥深い、はい、でもパウンドをやっぱこう強く打つことはできまあ、パウンドの練習してる時点でもうプロの選手だったりとかするんで、はい、アマチュアでパウンドがないんですよ。ああ、そうなんですか。はい、アマチュアルールっていうのはパウンドがなくて、基本的にはとプロからなんですよ、はい、なんでプロの人たちはもう大体立ってからパンチ打つことができるじゃないですか、はい、打つことはみんなできるんですけど、それよりも相手はこうボディコントロールすることの方が強く打つことができるので、中にこう当てにいかにこう逃げさせない動きをしながら強く打つってことがパウンドではすごく重要。へー、全然知らん。なんでこう近い距離でもちろんその強いのを打てればいいんですけど、バランスが崩、体重が乗ってないとやっぱ打てないじゃないですか、はいはい、でそのために相手のボディコントロールをしっかりしながら強く打ってたりとかすればもう強く打つことは全然できるんで、はい、でもこのさっきのこの距離感が強く打てるあったじゃないですか、はいはい、あでも打てるんですけど、体重がこっち側に乗ってないと打てないとか、はい、そのやっぱ体重のそのために相手をボディコントロールしないとなかなか自分も相手振られてしまうんだ。なんか、正直立ち上がとかだと、はい、打つ拳に体重乗っけた方が絶対的に威力もあるし、はいはいはい、あれなんですけど、寝技とかでこっちに体重ドーンってかけちゃうと、うん、外した時に持ってかれちゃう。そのために外された時にポジショニングを取られないために、はい、まず相手のポジション、相手のボディコントロールしかしてないです。あ、でボディコントロールさえしてれば大丈夫っていう。大丈夫です、大丈夫です。あ、パウンドの方が絶対的に強力上なんですよ。ただこう、はい、頭をついてる人ってあんまりいないですけど、はい、頭をついてても、もう後ろに逃げる場所がないじゃないですか、まあ、そうですね、で、あとはもうここで打たれた時に、はい、もう一回後ろにパウンドしちゃうんですよ、はい、バンバンって2バウンドしちゃうんで、はい、パウンドの方が威力がめちゃめちゃあるんですよ。そうそうそう、なんで立ちよりもダメージはパウンドの方がやっぱ凄まじいので、はい、そのためにやっぱボディコントロールをしっかりすることですね。あ、土台を作るというか、はい、これは難しいですね。難しいです。もう今のは本当基本的なガード、クローズガードからの攻防になりますし、で今度あとは寝技の、逃げる動きを混ぜながらボディコントロールしながらパウンドを打つっていうことに、こうサイドポジショニングとかでバックポジションとかになってくると相手もこうやって逃げてくるじゃないですか。そうするとまた打たこうそれをコントロールしながら打たなきゃいけないし、強く打とうとするとまた逃げられてしまう、ポジショニング取られてしまったりするんで、あれですね、まあ、僕含めて寝技とかこういうパウンド素人の人からすると、多分こういうのを知ってから総合を見ると、あ、こんなにそんなことしてるんだ、殴ればいいじゃん、殴ればいい、殴ればいいって思うことあるじゃないですか、はいはい、やっぱ殴ってしまうとそのポジショニングが逃げられてしまったりするし、あとはこうそこで殴るよりも抑えた方が、うん、まあ、ポイント競技なので、うんうん、ポイントでこう判定で勝てるところがあったりとかするし、あと時間を見ながら逃げられてもいいけど強いのを打たなきゃいけないっていう時もありますし、もう戦略じゃないですけど、はい、ゲームプランも含めてこうやってあげると、そうするとあれですかね、こう残り何秒だからもう今はもうガンガン行って多少外れてもいいからいっちゃうよっていう時間とか、もうあと時間があって、多分自分が勝ってる場合だったら相手をこう一生懸命崩しながらブレイクにならないタイミングでこうパウンドでまた抑え打って、大木久保君とか大久保選手とかそんな感じですよね、抑えてで打って動かしてまた抑えてっていうタイプなんで、まあみんなそれぞれ、ちょっとずつ朝倉海選手はもうボディコントロール関係なく強いのダーンダーンって打つじゃないですか、でもそれは相手がこう来た時にそれ反応できる組み手がしっかりできてるのでできますし、なんでまあ人それぞれタイプによって違うと思いますが、パウンド一つって取ってもめちゃくちゃなかなか、そうですね、難しいな、まあ、僕も全然全てを理解してるわけじゃないですけど、いやでもあれなんですね、よく空手でもそうなんですけど、よく道場生と
あの空手なんて立ってパンチ蹴りしてるだけなのに、うん、未だにあの分かんないことがいっぱいあるっていうのを僕もよく同情生に言うんですけど、そう、それが寝たり立ったりグラウンドがあったりしても、果てしないですよね。もうそれこそあのライジンルールだと、うん、蹴り上げがあったりサッカーボールキックがあるんで、うん、UFC とかその今世界基準のユニファイドルールと言われてるルールは、はい、あの基本的にサッカーボールとか膝蹴りがなしなんですよ。そうですよね、はい、なしなんですけども、ライジンに限っては、まあ、過酷すぎますよね。そうですよね。なんで見てる方は楽しいんですよ、まあ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 、やってる方はもう過酷で過酷なので、なんでそうなってくると、まあ、簡単に頭も下げれないし、下げられちゃったら頭蹴られちゃったりするから、はい、だからルールによっても、まあ、こう寝技だったりそのパウンドの対応もまた変わってきますし、はい、それこそスタイルだったりによって、まあ、全然変わってくるので、一概にこれをやりましょうってなかなか難しいですよね。確かに、そうそう、さっきこう例えばこう逃げる動きやっちゃうじゃないですか、寝てもらっていいですか、逃げる大事なこれで切れちゃうんですよ。ああ、そうそうなので、はい、またこう全然変わってくる対応になっちゃうんですよね。そうっすね、もう本当ルールによって全然違いますよね。そうなんですよ、ちょっとしたことでも本当にそうなんです。なんで一概にこの逃げ方が合ってるかって言われると、またそれがちょっと変わってきちゃうので、はい、でも、まあ、全部できればそれに越したことはないです。まあ、そうするとルールに合った逃げ方が適用できるじゃないですか。はい、自分結構いろんなところでいろんな団体で戦ってるんで、毎回ルールが違ったりするんで、そうですよね、それに合った、まあ、練習方法だったり、はい、まあ、練習の時から、まあ、こういろいろ気をつけながらやったりしてます。ありがとうございます。いやー、パウンド奥深いっすね。まあまあ空手でさえも未だに答えがわからないんだから、もうそれそうっすよね。そうっす、難しいっす。ありがとうございます。ありがとうございます。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。この後は概要欄にある金原選手の金ちゃん TV をクリックして、ぜひ今回のコラボ動画を見ていただきたいんですが、ちょっとあの金ちゃん TV の売りなんかをちょっとよかったら。売りですか。まあ、僕の格闘技って、あの金ちゃん TV では、まあ、これから MMA を始めたい人とか、まあ、ライジンを見てる人たちに、まあ、分かりやすくこういう、この選手はこういう選手ですよとか、まあ、この試合 の決め手はこうでしたよ、まあ、試合解説だったり、あとテクニック解説とか、まあ、格闘技に関することを、まあ、真面目にやる番組になる番組です。まあ、本当はあれですね、総合格闘技の技術を言語化するのがめちゃくちゃ上手で、あの見ててすごい勉強になるんで、ぜひそちら、よかったら見てみてください。日頃僕のチャンネルでは見れば 100% 強くなる動画を毎週金曜18時に投稿していますので、見逃したくない方はいいねボタンとチャンネル登録して、空手家国の YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっす、おっす。ありがとうございました。